発そのものからはですね、教育須賀川市は距離に言うと大体60キロから65キロぐらいのところになります。私がここの農業を継ごうと思ったのは今から9年前なんですけれども、父にも言われたんですけど、農業も一人前になるには10年はかかっかなって、土が大切なんだってよく言ってたんですよ。私におめえのことを間違った道に進めたって言われたの。俺は個人の命を左右する問題、同じ日本の食べ物でどこ産だから買わないなんてことが起こるなんて、福島県のものを喜んで食べる、心から喜んで食べる人なんてこの日本国民にどこにいる？いないでしょ。同情では買うかもしんねえけど、それは風評じゃねえんだ、現実なんだから。地球をこういう綺麗に守ってんのも農業なんだって。